エンド GP60 は1985年から1994年の間にアメリカの GM エンドが製造した4道軸の電気式ディーゼル機関車である。エンドの第3世代機関車の第1号である BNSF 鉄道122号 GP60MBNSF 鉄道346号 GP60 バイト GP60 系及び第三世代の特徴は マイクロプロセッサでの処理を導入したことにより膨大な量の回路やその決戦、リレー類を備える必要がなくなったことである。マイクロプロセッサは運転室後部のフード内にあり、エンジン、冷却、運転機能のモニタリングと制御を行っている。搭載するエンジンはエンド 710G3 で3800馬力を発揮する。また、大枠は GP59 と同じであるため、 全長は同じ59フィート9インチである。運転室のない B ユニットの GP60 バイトもラインナップされており、その全てがアッチソンとピカサンタフェ鉄道に一括購入された GP60 のローズ、運転台側の短いフード。日本でいうボンネット部分を車幅いっぱいまで広くし、コンフォートキャブを採用した GP60M も 同じく圧符により購入された。折しも求められる機関車は4同軸の GP シリーズよりも6同軸にして、より出力の大きな SD シリーズが各鉄道会社に好まれるようになってきており、GP シリーズは GP60 が現段階の最終機種となっている。ありがとうございます。